さあ2日目の競争は予選特別 B 戦のカード、前半戦最後の1戦で第6レースを迎えています。1、2、3、4、5、6の枠なりで出揃ってまいりました。現在も風は収まっていまして穏やかな競争水面です。さあ1号艇の尾形栄治、人気を集めました。さあここは尾形が陰線からの今日このレースのみで初勝利の活躍になるかとなっています。1分前、2号艇で新田康明、初日は手堅く2着2本とまとめています。ここも手堅くポイントの上積みになるか、今日も2回走りです。3号艇で小畑美奈里、さあこちらは今日の2走上積みの活躍なるかとなっていまして、人気どころの内役の3選手端マークを回ってまいります。1、2、3、あとは4号艇で平岡引っ張るでしょうか。そして5号艇の松本博樹、6号艇の天野智和と動いていきます。残り30秒を切っています。さあこれで枠なりで3対3に分かれてまいります。スロー勢はゆっくりと人気どころの1、2、3、さあスロー勢人気どころで決着なるかとなっていまして、前半戦最後第6レース予選特別 B 戦、12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり進入です。3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。コースターター、センター、3コース、3号艇の小畑、そしてインコース、2コースの1号艇、2号艇、人気どころ出ていって、逃げる1号艇の尾形をまくっていって3号艇の小畑、そして2号艇の新田、さらに懐4号艇の平岡で、あとは5番、6番です。先頭には前を絞ってきて、1号艇の尾形、人気の中心が陰線から踏ん張って、さあ、2番手争いに2号艇、4号艇、5号艇、3号艇、この辺り固まっていまして、後方6号艇の天野、なおスタートは正常でした。ランタンマークは先頭で1号艇の尾形、注目2番手争いが2号艇握って回った懐を差し返して4号艇、あと5番、6番、3番と回ってアウトから2号艇の新田康明が2番手で1番と2番、レースは2周目と入りました。先頭には1号艇人気の尾形、現在2番手争いは2号艇の新田ですが、まだわずかで4号艇の平岡3番手、2周目の出したマークでは4号艇の平岡回った懐を差し返して2号艇の新田ですが、さばいて手堅く2号艇の新田が2番手、3番手は4号艇の平岡で、現在上位が1、2、4となっています。先頭と2番手は現在20メーターほど開いていって、その後ろ2停身ほどでは4号艇の平岡しどりが3番手、あとは5号艇、3号艇、6号艇の順で、ランタンマークでは今度は4号艇の懐を攻めて5号艇の松本博樹ですが、3番手はここは踏ん張った4号艇の平岡、上位が1、2、4で最終周回へと入ります。最終周回、先頭には1号艇の尾形栄治、人気の中心がイン逃げ成功、そして2番手手堅く2号艇の新田康明、3番手には4号艇の平岡しのりで最後のバックステージへと入ってまいりましたが、上位が1号艇、2号艇、4号艇、完全に上位ばらけてまいりましての1、2、4です。あとは水が空いていまして3号艇、後ろで5号艇、6号艇、両者が焦っています。さあ現在オッズ2連単ですが3倍ちょうどとなっていまして、ここは1番人気になっています。最終端マークは先頭で1号艇の尾形が、ここは人気の中心がシリーズ初勝利、そして2番手は2号艇、3番手4号艇の上位が1、2、4で人気サイド決着で間もなく勝利です。先頭1番ゴール、2番ゴール、4番ゴール、3番ゴール、5番、6番がゴール。第6レースの確定をお知らせいたします。1着1番、2着2番、3着4番以上でございました。